はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。今回は開封動画になります。で、今回開封するアイテムなんですけども、こちらでございます。はい、またしてもね、虫神器第3弾でございます。はい、虫神器名脈の供物というね、命を捧げろというダイソーさんからの熱いメッセージ。お前ら虫神器に命捧げる覚悟できてるような、当たり前だよなみたいな感じの、はい、もう今回ね、私もこの虫神器にね、パック開封に命を捧げる覚悟で10パックね、開封していきたいと思います。で、まあ、今回ですね、これ10パック開封するんですけど、以前にこれね、20パック開封して、で、20枚のね、レアカード、キラーカードというのをね、手に入れております。で、まあ、この20枚のカード、レジェンドレアね、引けました。まあ、レアカードね、スーパーレアが1種類、2種類、3種類、4種類、5種類、6種類、7種類、8種類、9種類、10種類、11種類と、そう、スーパーレアね、全11種類ね、もうコンプできたんですよね。なので、まあ、今回の動画では、レジェンドレア狙い。残すところね、あと3種類のレジェンドレア引けてないんで、なので、まあ、全4種類のうちのね、残りの3種類のレジェンドレアを、この10パックから全て引こうっていうのが、まあ、今回の動画のね、趣旨でございます。はい。まあ、10パックも開封すればさ、レジェンドレア3枚ぐらいね、いけるっしょみたいな、そういう軽いノリでね、やっていこうと思っております。まあ、ただね、やっぱりね、レジェンドレアってなかなか出ないので、僕一人の力では、この10パックからね、残りのレジェンドレア全て引くのは、なかなか厳しい。なかなか厳しい。だから、今回の動画にも、このね、虫神器第3弾開封のために、私のね、動画に応援にね、駆けつけてくださったゲストの方がね、来ていただいております。はい、またやんの、このくだり。またこの茶番やるの、はい、やります。今回ですね、なんと私の動画の応援にね、来てくださったのはね、このお二方でございます。てれーん、はい、虫の中の王、虫の中の虫、昆虫の中の昆虫、ヘラクレスオオカブトと、甲虫怪獣、タガヌラー君。そう、タガメの中のタガメ、タガヌラー君ですね。もうこのお二方が、このね、ゲストに来ていただいたんで、こんなレジェンドレア弾けないはずがないような、レジェンドレア弾けなかったら、もう単純にね、このお二方が僕の体をバラバラにするだけなんで、もう命がけで開封しないといけません。はい、レジェンドレア弾けなかったら、もう僕がね、バラバラになるだけなんで、命がけの開封になります。というわけでね、もう今回はね、この虫神器第3弾ですね、残り3枚のレジェンドレアを狙ってね、10パック開封やっていきたいと思います。というわけで、まあ、今からね、パック開封するんですけど、最初に言っておくと、もうね、フィギュアが2体、このね、場に存在するので、めちゃくちゃね、邪魔くさい、邪魔くさい、邪魔くさくないですよ、邪魔くさくないですよ。応援に来ていただいているのに、邪魔くさいなんていうね、そんなやつおんの、そんなホストおる、外役ホストだな。はい、邪魔くさくなんでないですよ。ただ、ちょっと置き場所に困るかなっていうね、そう、ちょっとカードの置き場所に困るかなっていうね、そんな気持ちはありますね。はい。本当にね、これね、カードの置き場所に困るんだよね、マジで。アダンソンハエトに持ってます。さすがにね、ノーマルカードとかね、レアカードとかは、だいぶね、被ってきましたね。もうすでに置き場所困ってるじゃん。すでにこうやってさ、おもむろにさ、画面外にさ、このフィギュアたちをさ、フィギュアじゃないよ。生きてるからね。生きてるからね、タガヌラさんも、ヘラクレスオオカブトさんも生きてますからね。はい。グラントシオカブト、白色広角。これは場に出た次の相手のターン、色による2倍のダメージを受けないというね。いきなり弱点疲れて死ぬことがないというやつですね。オールリハムシ、バーニラ。バーニラ、バーニラ、七不死の秘伝書。はい、擬態する。装備カード。もうこの辺はね、もう全部ね、持ってる。そう、ほとんど被っていくと思う、今回の動画。さあ、1パック目、レジェンドレアです。1パック目、レジェンドレアです。スーパーレアって書いてあるけど、これがね、1回隠すと、なんと、レジェンドレアになっているんですね。はい。なってません。軍隊ありの蹂躙でございます。自分のすべての虫の攻撃力をターン終了時まで500増やすというね。まあ、なかなかの強化率ですよね。はい。まあ、こんだけ強化すれば、相手もね、蹂躙できるでしょうという感じのね。さあ、10パック開封、1パック目、レジェンドレア引けず。まあ、でもね、最初の1パックからレジェンドレア引いちゃったらさ、お前ら面白くないよな。なあ、そうだよな、面白くないよなっていう感じなんで、そう、最初は流すから。最初は流します。こっからだからね、刺し、張り、あり、ペンにスズメイラストがいい。はい、モモブとオールリハムシ。はい、性癖クラッシャーですね。サシバエの決命というね。その魔王ベルゼブブですね。そして、2枚目のレジェンドレアです。2枚目のレジェンドレアは、スーパーレアって書いてあるのなんかおかしいですね。巨人ツユムシ。はい、レジェンドレア。2枚目のレジェンドレアは巨人ツユムシですね。噛みちぎる1000点ダメージ。こいつね、餌がないと動けないタイプの可愛い子なんですよね。新緑の呪縛。こいつは自分の場に餌が3つ以上ないと攻撃できない。で餌がねえと動けねえだっていうね、可愛らしい、そういうね、気は優しくて力持ちなキャラなんですね。はい、サクサクいきます。
大体持ってるから、大体持ってるガードばかりだからサクサクいきます。畑の馬追い、馬追いコンボ。違った、林の馬追いやってほしいのは、僕が欲しいのは林の馬追いが欲しい。なんか畑の馬追いばっか引くの、何なんだろう。もしかして第3弾にさ、林の馬追いっていうカードは存在しないとかある？もしかしたらあるかもしれんね。畑の馬追いだけが第3弾で、最近ね、収録されていて、第4弾以降で林の馬追いを収録しますみたいなパターンあるかもしれん。林の馬追い早く欲しいんだけど、馬追いコンボ決めたいんだけど、馬追い馬追い、はい、金鬼クワガタ、金色広角、これが場にいる時にこの虫に使用する強化カードのコストを1減らすというね。そう、さっきのはグラント白カブトは白色広角だったけど、こいつはね金色広角だから金鬼クワガタというね。でもね、あんまりなスペックだよねもう強化前提のスペックって感じはしますね。マダラパッタ、はい、バニラですね。飛び跳ねることしかできないマダラパッタ。そして伊賀の虫ハミ、はい、このね虫がこうね布をボロボロに食い散らかすというね。もうこんなんが自分の家で起きたらどう思いますか皆さん。切れそうになりますよね、はい、切れそうになります。もう今私はねまさに切れそうになっています。さあレジェンドレア3枚目のレジェンドレアはオーチョログモ、はい、こいつね、相手のゼロマナのアーティファクトを縛っていく感じのカードです、はい、ただこいつ自身が4マナなので、こいつが着地する頃にはもう相手はモックス系ね、大量展開してます、終わりです、ゲーム終了みたいな感じになってる。遅すぎる、お前は来るのがいつでも遅すぎる。もう4コスぐらい減らして出直してきてほしいかな体力もっと低くていいし、まあ、この攻撃力もねゼロでいいから、ゼロコスになって能力だけ据え置きできてほしいですね。波アメンボ、はい、水生昆虫、神話島ですね。ベニスズメ、イラストがかわいい。バオマダラタマムシ、はい、バニラですね。2コスで体力600で食い荒らす200というね、まあ、なかなかのスペック。何これ、息吹の解放、何これ、なんか美人のお姉さんが息吹を解放している術カード。相手の虫を1つ選び、好きな数のコストを支払う、その虫に支払ったコストかける300点のダメージを与えると。へえ、じゃあ仮にだよね、できるかどうかは別ね、現実的にできるかどうかは別に、好きな数のコストで2億枚のコスト支払ったら、2億かける300で600億ダメージですよ。はい、最強、はい、最強です。できるかどうかは別ね、そう、夢を見させてほしい。僕は今夢の話をしてるから、できるかどうかなんていう話はしてません。はい、これで仮に1兆枚のコストを支払えば、1兆かける300で300兆ダメージです。はい、最強ですね、最強カード決定。さあ次のレジェンドレアは、次の現状オオコブハムシ、群状オオコブハムシ、これ宝石昆虫って言ってね、なんかね、なんだっけ、うんこなんだよね、イモムシのうんこのふりをしているんだけど、そのうんこは宝石のように輝くっていうね、そう、なんかね示唆に富んだ感じのね虫なんですよね。そう、僕らのこうひり出したうんここそが真に美しいものみたいな、うん、なんかねそういうね創作活動にもつながるね、なんか僕たちのひり出したものが実はね、そう、僕たちにとってはもう排泄活動でしかないようなものが実は真に美しいみたいなさ、そういうね示唆に富んだね虫なんですよね、はい。まあ、これも諸説あるよ。そう、虫神器学会ではね常にこういう各々の解釈が火花を散らしているんで、バトルし合ってるんで、これは僕の解釈ね。群青オオコブハムシはそういう、うんこが実は真に美しいものっていう、そういう解釈だと僕は思ってるけど、他の人はね別の解釈持ってると思うんで、そう、この解釈でバトルし合うのも、このゲームのね外の盤上で、盤上の外のね戦いで、そういう解釈バトルができるのも虫神器のいいところ。はい、太鼓打ち、水生昆虫、神話島ですね。ヤンバルテナ、これマジイラストがクソかっこいい。これマジ本当イラストクソかっこよすぎる。これ今回の虫神器第3弾で現状一番イラストがかっこいいです。はい、めっちゃいいよな、これ本当。学装したい。ルーブル美術館に飾りたいとかね、以前言ってましたけど、ルーブル美術館止まりじゃダメだよね。もう世界中の美術館にとりあえず1枚ね、これ学装して飾りたいですよね。はい、そのためのね、クラウドファンディングやります。はい、やりません。誰かやってください。ドッキリサンプ、火力です。そして、ヤブカの密約、これもわからんのだよな。腕に、こう、蚊がね、針をぶっ刺すと腕が燃えるっていうね。燃えるようにかゆいのか、実際にね、こう燃えてるのか、わからないし、エンチャントファイヤーなのか、それともね、単に蚊が刺すことによってこうダメージを受けているのか、そのあたりも何もわからん。全てがわからないです。全てがわからない。これをね、考察するだけでもう一生楽しめるからね。うん、それが虫神器だから。
そう、あのフロムソフトの、ね、ゲーム好きな人はもう虫神器やればこれ考察するだけで一生楽しめるんで、はい、虫神技能になってください。皆さんね、虫神技能になって虫神器を考察してください。次のスーパーレアはこれ何、群青オオコブハムシ、はい、2連続でうんこが出ました。このね、やっぱそう排泄活動こそが真に美しいものだから、ね、やっぱり僕らもさ、ね、こう例えばねイラスト描くとかさ、ね、動画作るとかさ、音楽活動するとかいろいろやるじゃん。あれってやっぱりね、その、まあ、人によってはね、どう思うか分かんないけど、まあ、ある種ね、自慰行為だったりとかさ、ね、排泄活動みたいな感じに捉えている人もやっぱいるわけですよ。でもその中から真に美しいものって生まれるわけじゃないですか。そう、やっぱね、そういう美っていうもの、美しいものっていうのは、その物の中、物そのものの中にあるんじゃなくて、その見るもののね、中にこそ輝くもんだから、そういったことを思い出させてくれるカード。群青、オオコブハムシ。こんないいカードないぞ。こんなことまでね、思いを馳せられるカードゲーム、そうそうないからね。バダンソン、ハエトリ。はい、グランディス、オオクワガタ。マダラ、バッタ。もうね、持ってるカードばっかりだから、だんだん何も言わない。これ何、バッタの待ち伏せ、これ持ってない気がすんな。このゲーム中、自分の縄張りがなくなるまで、自分のバッタ、あ、なんか、以前引いた気がすんな、これ。引いた気がする覚えがないです。でもなんか面白そうなカードだよね。バッタ系デッキ組みたいですね。バッタデッキを組みたくなりますね。はい、そして、そろそろレジェンドレア出してくれていいんだよ。そろそろレジェンドレア出してくれていいんだよ。残りパック数もう少ないよ。タガヌラ君のモデルになったタガメですね。はい。そろそろ6パック開封した？あと4パックしかない。あと4パックでレジェンドレア持ってないやつを3枚引かないといけない。できるんですか、そんなことが。あなたにできますか。もちろんできますよ。そう、他の人はいざ知らずね、私ならやりますよ。マダラサソリ弱毒針、これほんとマジ良くない。ほんと良くない、この弱毒針っていうの。お前の毒針は弱いですみたいなさ、ね、マダラサソリくんかわいそう。ほんとかわいそうだよな、これ。マダラサソリ君、僕はきっと強いサソリなんだっていうね。そう、自分にさ、ね、自分に期待を持って世に飛び出したのに、いや、お前の毒針弱いからみたいなさ、こう上から叩き潰されるみたいなね。ほんと良くないよな、そういうの。マジで良くない。金鬼クワガタ。赤筋、金カメムシ。地中の間引き。もうこれ全くわからんね。カードのイラストと効果が全く噛み合ってない。どういう状況なのかもわからん。さあ、そして次のレジェンドレアは？レジェンドレアは？レジェンドレアは？スーパーレア。おかしいですね。サタン王かぶと、もう超絶かっこいいイラスト。魔王の角で相手をハンデスしていく。はい。残り3パックになりました。残り3パックになりました。レジェンドレア。レジェンドレア。頼んますよ。あと3パックで持ってないレジェンドレアを3種類引かなきゃいけない。林の馬追い。こいつか。林の馬追い。畑の馬追いと林の馬追い。おめえが林の馬追いか。はい、馬追いコンボで600点ダメージ。どっちだっけ、持ってたっけ林の馬追い。わからなくなってきた。なんか畑の馬追いと林の馬追いごっちゃになってるかもしれない。過去に引いたかもしれん、引いてないかもしれん。わからなくなってきました。林の馬追い、馬追い、馬追い、馬追いコンボですね。グランと白カブと七星金カメムシ、七星の秘伝書、そしてレジェンドレア、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 スーパーレア、スーパーレアの群青。出ますね、今回ね。たくさんうんこ出ますね。マジでか。いや、でもね、こいつね、なかなかね、やりそうな効果なんですよね。これが虫の攻撃により破壊された時、この虫を餌場に置くっていうね、そう、死してなお貢献する感じのカードなんで、無駄にならない感じがあって、かなりやってくれそうな雰囲気はあるんですけど、ただ今回じゃないんだよな。そう、今回の動画ではレジェンドレア目当てなんで、はい、レジェンドレア残り2パックから3種類引けるのか。いや、それ引けるでしょ。2パックもあれば3枚ぐらい出るでしょ。マダラサソリ弱毒針、マジで良くない。ベニスズメ、おお、モモブとオオルリハムシ、クズハのゴフ、いないものとして扱うっていうね、あいついないものとして扱おうぜっていうね、恐ろしいカードですね。いや、でもね、やっぱ虫ってさ、そういう社会性のさ、生物だからさ、ね、社会性の中にあっては、こういうね、あいついないものとして扱おうぜみたいな行為が、もう普通にまかり通る、うん。普通にまかり通ってしまう。それが社会性。怖いですね。フェイズアウトさせるカードですね。そして、レジェンドレア。レジェンドレア。
なんでだよ。どうしてだよ。メタリフェル、細長くクワガタ、こいつ聖剣エクスカリバーね。装備カードをつけるとめちゃくちゃ強くなるっていうね。そう、バカまっしぐらのカードです。僕みたいな脳筋プレイが好きな方は、こいつを使えばもう一生遊べるっていう感じのね。はい。最後の1パックです。レジェンドレアが欲しいのに、レジェンドレアが1枚も出ねえ。レジェンドレアが1枚も出ねえ。おかしいだろ、こんなの。どう考えても。レジェンドレア引けなかったら僕、だってこの二人にバラバラにされるんですよ。ね。この二人が今、このタワヌラ君とヘラクレスオオカブト君が、もう僕の体をね、バラバラにする、僕の肉体を粉々に粉砕するために今こいつにらんねえ。もう、その瞬間を待ちわびている。そう。これで、レジェンドレアが引けなければ、もう僕の体はバラバラになります。一文字せずり。はい、一文字。自分の場にいる虫がこれだけの時に、この虫の攻撃力を100増やすっていうね。そう、ビビたる修正値でしかない。なので、狙って出す感じではなくて、たまたまこいつだけになった時に偶然強くなって、ちょっと嬉しいみたいな感じのね、そんなカードだと思う。これがもしさ、攻撃力1万とかだ、ね、修正値入るんだったら、もう何としてもこいつだけにするけど、そういうわけじゃないからね。はい、青まだら玉虫、土蜘蛛の地固め、そして、ラスト、レジェンドレア、ラストのレジェンドレアです。これラストのレジェンドレアです。これ見た気がするな。青い鉱石のような姿をした虫。危険を感じると、足や、羽、触覚を折りたたみ、イモムシのうんこのふりをすると、南米の宝石と呼ばれ、日本では流通がほとんどないと。ない。群青オオコブ。今回ね、群青オオコブハムシピックアップ開催されてますね。はい。まあ今からね、私このね、2体の魔物に、肉体をね、バラバラにされますけど、はい。もうこの動画がね、この動画が私のね、最後の動画になるかもしれないけど、うん、レジェンドレア出なかったな。レジェンドレア1枚も出ないとかあるんだ。まあ1枚も出ないことね、よくある話なんですけど、いやでもさ、こんなに群青オオコブハムシばっかり出ることってあるんだね。あるんだよな。まあ今あるからね、現実にこう起こってるから仕方ないんですけど。マジかよ。はい、というわけでね、まあ、今回はこんな感じでございました。10パック開封してね、群青オオコブハムシが4体出るというね、群青オオコブハムシピックアップが開催されておりました。はい。まあ、これによってね、この群青オオコブハムシがもう貫突しましたね。もう以前に私ね、群青オオコブハムシ、そう、もう持ってるんで、これね、1枚持ってるんで、もうフォーグレベルがこれでね、マックスになりましたし、はい、魔力解放ももうマックスになりました。はい、貫突されました。はい。っていう感じのね。レジェンドレア欲しかったな。レジェンドレア欲しかった。1枚ぐらいレジェンドレア欲しかったな。ね、レジェンドレア、こう、何、逆立ち、この花なふしみたいなさ、なんかレジェンドレアがさ、この、ね、表紙についてるんですけど、こういうやつとかね、欲しかったな。欲しかったけど引けなかったものは仕方ないんで、まあ次回以降ね、また買ってくることがありましたら動画にするかもしんないけど、もうさすがにないかな。もうさすがにないかな。もう買ったとしても多分裏で開封する感じになるかなと思います。だってもう、すべて被りでも、すべて被りだもん。全部被っちゃうもん。引いても被ることしかないもん。なので、まあ、今後はね、動画にするかどうかはちょっと怪しいですけど、まあ、買うことがあったらね、また、虫陣にね、買って、で、自分のデッキ強化していきたいなと思っております。はい。というわけで、今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら。バイバーイ。